見やってみましょう。面白いかも。3つ作りました。で、まず単純にこれがまあブロッキングのタイミングことでしょ。要はブロッキング、これをまあメインのブロッキングのタイミングとしよう。こういう感じ。ちょっと抑揚つけたいな。ポン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 、はい。で、実験その1、これを単純にスプライニングするとどうなるか。こういう印象ですね。で、次の実験その2、これを、3フレームぐらい、4フレーム、3フレームぐらいずらしてスプライニングする。もっとずらしていいか。ちょっとずらしすぎ。多分タイミング的にはさっきずらした方がこのタイミングに近いかなって印象があったでしょ。でもう一個実験すると、そのアンカーを入れたバージョン、これでアンカーを入れましょう。これもぐらい、単純に近い形になる。で、これでさらに2フレームぐらいずらしてみる。ほら、近くなったね。これ近く。で、その時に僕がよくやるのが、アンカーを入れるにしてももうちょっと広げてあげて、例えばちょっとずれるイーズイン的な動きのところにキーを置いておいて、でこうするとちょっとイーズインが入ってこう、分かる？今やったもん。ポンって止まるのもイーズインちょっと入れたいから、こう、あ、この辺でもいいけど言わないかなと、こう、ね、いいよ。まあツインマシン使ってもいいけど、そうするとスプライニングこういう感じで、なんかちょっとずつこうブレイクダウンを入れていくというか、ブレイクダウンとかちょっとこうイーズイン的動きを入れるとこれっぽくなってくる。早い段階で続く。一見うまくいったね。ちょっと嬉しい。ちょっと嬉しい、俺は。でも、この。結構が面白いかも。ちょっと以前にしたわ。行ってみよう。なんかこんな印象、ちょっとキープアライブを入れるというか、少しそうするとスプライニングとしてもなんか生きてくるというか。じゃあもうあれ、印象はもう受け取った印象はブロッキングともうほぼ変わらずっていう、そういうのが目標っていうか。そっちの方がいいでしょ。だってそれでずっと調整してたからさ。はいはい、それがやっぱりやりたいことでずっと調整してたから、
はい、まあ、別に後で自分で僕はバンバン変えるけど、個人的にはでもその印象をある程度残したいなっていうのがあるから、そうやってちょっとずらしてとか、そのアンカーを入れてとかっていうような、はい、まあ、アンカーという言い方が正しいかどうか、ホールドフレームって言っていいんか分からんけど、なんか、呼び方は勝手に言ってるけど、こうなんかちょっと僕はこのポーズを置いときたいっていうのがあるんで、最後の方にポンポンって入れていくっていう、先にね、で止めをしっかり見せたいところはこうポンポンって先に気を打っといて、でこのポーズが変わらないようにしといてからスプライングするで、全体的に数フレームずらして、まあ、それが2フレームなんか3フレームなんか分かんないけど、そのまあ、要は後にするっていうタイミングをね、そうするとそのブロッキングの印象に近い、それで言うとね、なってるからね、実際全然違うやんか、タイミングが。なのでそれやるといいかなと思います。はい、はい、いい実験ができた、嬉しい、ありがとう。いや、ありがとうございます。